NASA のホットラインがひっきりなしになっています。コールセンターのオペレーターはストレスで汗びっしょり。かかってくるすべての電話の内容は同じものです。月の表面に謎の光が見える。その夜、たくさんのアマチュア天文学者が月を観測していました。そして彼らが見る中で謎の光がその表面に現れたのです。それはまるで何者かがスポットライトを当てているかのような光でした。科学者はすぐさまこの現象の原因を解明しようと調査を開始。最初の仮説は、それは観測者と月の間を飛ぶ単なる飛行機の光だろうというものでした。しかしそれだと世界中のさまざまな角度から同時に観測されたことに対する説明がつきません。別の原因として考えられたのは人工衛星スターリンクでした。理論上その一つがアマチュア天文学者たちの目を欺いた可能性があったのです。この小さな人工衛星の光が月の表面で輝いているように見えたのかもしれません。しかしこの説もまた、仮に人工衛星が原因だったとしたら光はその場から動いていなくてはなりません。というわけで一部の科学者は引き続きこの謎の原因究明に努め、残りの科学者はこの現象のデータを集めることになりました。そのためにスペイン、セビリアの北に新たな望遠鏡まで設置されたのです。セビリアの環境は月の観測にはうってつけでした。望遠鏡にはドイツの大学から遠隔操作をすることができるカメラが2つ搭載されていました。カメラは月面で奇妙な現象を察知するとすぐにズームしてその位置を確認します。最先端の AI も搭載され、それによってカメラは月面の現象と飛行機や人工衛星、流星などの明かりとを区別することができました。その調査は今現在も進められています。しかし実はすでに人類が持っている知識によってこの現象に対する説明をつけることができるかもしれないというのです。月は地球の海の潮の満ち引きを作り出します。それは月の引力の影響によって起こりますと同時に、地球もまた月に対して影響を与えています。しかもその力は 32.5 倍の大きさです。月は地球の周りを回っていますが、どこかの地点で地球に最も接近した状態になります。するとお互いに対する引力の影響も大きくなり、地球の引力の影響で月の表面にひびが入り、内側からガスが噴出します。その強力なガスの噴出が月の塵を巻き上げ、それが明るい閃光となって望遠鏡に映ります。つまりこの現象はただの塵の煙で、それが太陽光を反射しているだけだというのです。確かにそれを遠くから見れば光源のように見えるでしょう。立ち上る土煙は一見すると爆発のようで、それがやがてゆっくりと煙が落ち着くにつれて消えていきます。このような現象は月の表面では頻繁に起こっていると考えられています。これは月面異常と呼ばれる現象で、月の閃光の他にも様々な不思議な現象が起こっています。1178年には5人の僧侶が月を見上げ、それが角の形になり、その先端から2つに分かれていく様子を観測しています。その後分かれた部分から炎や火花が吹き出たと言い伝えられています。それはまるで竜が炎を吐く姿のようでした。そしてその次の瞬間、月は明滅し、そして再び元の姿に落ち着いたのだと言います。この現象は10回以上も繰り返されたと言われ、その度に炎の形は違っていました。そして全ての悪夢が終わりを見せたところで、月は真っ黒になりました。この現象は20世紀になるまで説明がつけられませんでした。仮説では小惑星が月にぶつかったのではないかと考えられています。そしてこの小惑星によってジョルダーノ・ブルーノクレーターが生まれたとも考えられています。その大きさはブルックリン橋15本分の幅です。しかしその場合、小惑星の破片が無数に地球に降り注いでいるはずです。そしてそれは流星雨となって人々が見ていたことでしょう。それは明るい夜空になっていたはずで、文献に記録されているのが当然です。しかしそのような資料は残されてはいません。そもそも僧侶たちが本当にそのような現象を目撃したかどうか、
彼らが目撃したのは落下する隕石で、それは月ではなく地球に落ちてきていたという可能性もあります。彼らは燃え盛る隕石の光を見て、それを月の災厄と勘違いしたのかもしれません。または全てが僧侶の絵空事だった可能性もあるでしょう。彼ら以外にその現象を目撃した人物がいないのですから。また別の月面の奇妙な現象は、月面の赤と青の光、月が三日月に近づくと観測され、主にアリスタルコスクレーターで発生します。閃光は一瞬で起こり、一瞬で消えます。それはまるで稲妻。実際この現象の正体は電気だと言われています。その原因はまた潮の満ち引きに関係するものです。地球の引力は月の岩石の。最近の研究によって月には尻尾があるということが分かりました。毎月この尻尾はスカーフのごとく地球に巻きつきます。地球の衛星である月に従う何百万ものナトリウムの原子から構成される細長い尻尾。地球は定期的にその尻尾を文字通り突き抜けます。これらのナトリウムの原子は流星によって月面から宇宙に飛ばされていると考えられています。毎月数日の間、月は太陽と地球の間にとどまります。これこそ地球の重力があのナトリウムの尻尾を引きつける時です。地球によって長い線に引き伸ばされた尻尾は地球の大気に巻きつきます。尻尾は至って安全です。また人間の目には見えません。人間が認識できる50分の1の明るさしか持たないためです。さて、この珍しい現象が起こる際には、高倍率の望遠鏡であれば空にかすかに黄色っぽく見える光が観測できるでしょう。尻尾は満月の月の直径の5倍の大きさの光る点のように見えるはずです。数学者たちはホワイトホールは存在し得ると主張しています。残念ながら科学者たちはこれをまだ発見することができていません。ホワイトホールが見えたとしても、外から中に入ることは不可能でしょう。しかし光と物質がホワイトホールから出ていくところを目撃することはできるかもしれません。オリオン座の赤色巨星であるベテルギウスは2019年より光が弱まってきています。これには天文学者たちも困惑。この時点までにはベテルギウスは巨大な比率にまで膨れ上がっていました。太陽の位置にベテルギウスがあったとしたら、外面は木星の軌道のはるか先まで到達するでしょう。ベテルギウスの光が弱まったのは2019年の秋。このプロセスは2020年の2月まで続きました。変化は肉眼でも確認することができたほどです。無理もありません。光の明るさはすでに3分の2も暗くなっていたのです。当時天文学者たちはベテルギウスは間もなく爆発し超新星になると確信していました。その後観測を続行したところ、予想とは裏腹に同年の4月には同じ明るさに戻ったのです。ハッブル宇宙望遠鏡のおかげで科学者たちはベテルギウスが何らかの物質を排出したということを確認しました。これが光の一部を阻害していたのです。我々の天の川銀河とアンドロメダ銀河は相まみえるとされています。しかし実現は40億年後。この2つが衝突すれば巨大な楕円銀河が形成されます。月面には以前科学者が推測していたよりもたくさんの水が存在しているかもしれません。しかも暗い方だけでなく、太陽光が当たっている側においてもです。水は将来的なミッションにおいて大いに役立つと考えられています。綿雨太陽系外惑星は特定の惑星を指します。スーパーパフ惑星とも呼ばれているこの惑星は、今まで発見された中でも密度が低い惑星です。軽やかなふわっとした見た目をしています。形はお祭りで大人気のお菓子に似ていますが、大きさはかなりのものです。ジュノーミッションでは木星の上部の大気におかしな何かが観測されました。青い妖精と小人が惑星の上をくるくる回っているように見えるこの奇妙な現象、ミリ秒単位の短時間に2種類の光の鮮やかな閃光が現れます。これは木星の地表面に向かって上下に拡大。地球上であればこのような閃光はだいたい巨大な雷雨の上空94キロで発生します。
宇宙には準惑星だけでなく矮小銀河も存在します。こういった銀河は数十億個の星で構成されています。わかりやすく比較してみましょう。天の川銀河に存在する星は2500億から4000億個です。土星では地球規模の大きさの嵐が猛威を振るっています。グレートホワイトスポットと呼ばれるこの嵐には白い雲の尻尾が生えており、土星全体を囲い込みます。嵐が発生するのは30年に一度ほど。土星の北極点が太陽に傾いた際に起こります。はじめ嵐は本当にただの点でしかありません。しばらくして伸びて長さが出てきます。グレートホワイトスポットは雷雨の巨大な帯なのです。しかし天文学者を困惑させている主な理由は嵐の動力の源です。一部では太陽から大量に原動力を得ていると考えられていますが、これに異議を唱える人たちもいます。彼らによれば風に動力を与える内側からの熱源がない限り嵐の雲は説明がつきません。浮遊惑星は恒星の周りを公転しません。もしかしてそもそも恒星自体を持たないからかもしれません。自由に浮遊するこの宇宙体は宇宙中を移動し、文字通りどこにでも現れます。さらに見つけることは困難です。浮遊惑星は光を生み出しません。熱を発することもないため赤外線で見ることも不可能です。しかしごく最月面には何百ものクレーターが存在しています。しかし月が注目を集める理由は他にもあります。後にトンネルであることが発覚した珍しい巨大な穴の存在です。日本の月軌道船が月の天空港に関するデータを収集していたところで発見されました。天空港がトンネルへの入り口だったのです。空洞のエリアがあることを示す特定のエコーパターンを発見した研究者たち。穴の近くではさらに数個のエコーパターンが発見されているため、もっとたくさんのトンネルが存在している可能性があります。この大きなトンネルの中にはサッカー場丸々1個が収まってしまいます。不規則な形をしていて直径は130メートル。科学者たちは月の地下には秘密の洞窟、トンネルシステム、不思議な場所が眠っているのではないかと考えています。これらの場所は月面着陸した宇宙飛行士たちにとって格好のシェルターとなるでしょう。また月面コロニーにおける避難場所にもなります。月面上に3日以上滞在することができた人類は存在しません。これは月の状況が理由です。高低差の激しい気温、低い大気、月面上で放射線や激しい太陽光などから生命を守る磁場の不在などが問題と言えるでしょう。宇宙飛行士は宇宙服を身につけていますが、長期間にわたって保護されるわけではありません。しかし溶岩トンネルなら長期の保護が可能です。溶岩が冷めると後に厚みが増して硬い外皮を形成し、溶岩の上に屋根を作ります。溶岩が流れ続けついに止まった際にはその管から液体が流れ出します。これによって空洞のトンネルが残るというわけです。地球にも溶岩トンネルは存在しますが、大きさは月で見られるものに比べると小規模です。ムーンツリーと呼ばれる特別な種類の木が存在します。宇宙ミッションの際に宇宙まで一度持って行き地球に戻ってきた種から育てた木です。これらの木はアメリカで目にすることができます。地球は月に比べ大きさで 27%、 密度ではかなり上回っています。地球の重力も月より強力です。地球上で岩を落としたら月で同じことをするよりも早く落ちます。地球の68キロは月では11キロです。地球の周りにはたくさんの衛星が回っていますが、天然のものは月のみです。月は地球と火星サイズの惑星の大規模な衝突によって形成されました。時は46億年前、太陽と我々の太陽系が形成された直後です。衝突後蒸発した岩の雲が地球の軌道まで上がってきて冷却して小さな固体の輪を形成しました。後にこれが集まって月となり、衝突の名残としてクレーターを残していったのです。月面に立っているとしたら、あなたの影は地球上にいる時より暗く見えるでしょう。光を飛散させ薄い影を作り出す大気が存在しないためです。
木星の衛星の一つには何百もの火山が存在します。なかなか激しい爆発に見舞われることもあり、大気中40万キロまで煙の柱が上ることもあります。これらの爆発はこの衛星がさらされている異常に強力な重力が原因です。木星に近づいてから離れるとき、内部が緊張してから弛緩します。これによって異常なほどの火山活動に十分なエネルギーが生み出されるのです。衛星を持つのは惑星だけではありません。小さな天体が衛星を持つ場合もありえます。1993年、科学者たちは幅32キロの小惑星と幅 1.6 キロの衛星を発見しました。太陽の明るさに匹敵させるには40万個の月が必要です。月は太陽から得る光を反射しますが、だからといって月自体が光を発していないわけではありません。明るさは月、地球、太陽間の角度に影響を受けます。我々の月はおよそ地球32個分離れています。一番近い時で地球29個分です。暗く雲のない夜は月に触れられているような錯覚を起こすかもしれません。しかし実現するためには40万キロの移動が必要です。月には水が存在します。水たまりや湖とは言えませんが、月の極の近くにある一切光が当たらない部分に存在する氷の粒子です。水が月にたどり着いたのは月と地球が氷を含む小惑星や彗星に頻繁に激突されていた時代の大昔であると科学者は考えています。このプロセスは月面上の氷の存在だけでなく、地球上の湖や海の形成の要因である可能性もあり得るでしょう。新しい研究によれば、月の内部にはすでに水が存在し、火山活動によって水が表面に移動したということが分かりました。つまり地球でも同じことが起こった可能性は考えられます。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である。人類で初めて月面に降り立ったニール・アームストロング船長はこのような名言を残しています。同行していたのはバズ・オルドリン飛行士。二人は月面で2時間30分の活動を行いました。このプロジェクトに対する準備には数年が必要で、飛行士たちの装備の総重量は 80kg に及んでいました。月面への到達は簡単なことではありません。歴史上失敗に終わったプロジェクトは数多くありました。例えばアポロ計画のとある飛行士は3日で月にたどり着くのに十分な燃料があったにもかかわらず、それを温存することを考え、結果月までの道のりを1ヶ月という長いものにしています。月面への着陸は GPS に頼ることができません。そもそもロケットは高速で飛んでいるため、行く先の情報が足りない宇宙空間では速度を落とす必要があるのです。しかし1969年以来、12名の宇宙飛行士が月に足をつけています。今のところそれが人類の限界距離。その外の天体にはロボット探査機しかたどり着いていないのです。さて、彼らの月面上での活動時間は短いものに限られていました。そして現在 NASA は月面上で半永久的に活動するためのプログラムを計画しています。これが実現すれば研究も飛躍的に進むことになり、また火星上などでのミッションにも応用することができるようになります。さて、そもそも宇宙飛行士は月面に降り立つ場合何に気をつける必要があるのでしょう。月面は無音状態で、足元には塵が積もっています。頭上に広がるのは果てしない星でいっぱいの黒い空。しかしそんな景色を楽しむ暇はありません。着陸に際してまずはチェックしなくてはならない項目があります。第一に、人体は地球環境に適応した機械のような存在です。地球環境には例えば重力や大気、呼吸する空気、そして口にする食料などが含まれます。人体は地球上で最も高いパフォーマンスを発揮します。月はその地球に比べて重力は6分の1で、大気はほぼ真空です。月面で息をすることはできませんね。この真空は体内から空気を外へと吸い出そうとします。体の中に残る酸素は体液とともに膨張し、血管や内臓を圧迫します。
胴体、足、腕は形を保てなくなり、2倍の風船のように膨らみます。このような状態で長くいれば死は免れません。しかし、体が破裂することはありえません。人間の皮膚は伸縮自在で、この力によって体がちぎれることはないのです。また、人体から出る体液は蒸発していきます。目の表面や皮膚、舌の上の唾液も沸騰します。液体の形を保つのは血管の壁に守られた血液のみ。そんな真空状態には大気も酸素もありません。肺の中の酸素は瞬く間になくなり、肺が吸い込む空気も見つかりません。臓器は血液からの酸素供給を断たれ、脳機能が停止します。これが最初の15秒で起こる現象です。人体に残された酸素にはそれだけしか脳を動かすことができないのです。そしておさらばとなるわけです。月にはオゾン層も強力な磁場もありません。月の大気の密度は地球の大気の限りなく宇宙に近い層とほぼ同じです。そこは国際宇宙ステーションが飛ぶ高度ですから、生身の人体は宇宙を飛び交う放射線にさらされることになります。これらは地球上で大気の層にシャットアウトされているものです。人体の筋肉と骨は地球の重力に合わせて発達しています。重力がない環境下で生活をすると筋肉と骨は弱まります。その果てには地球で最も悲しげな生き物と呼ばれる入道カジカのような姿が待っているかもしれませんね。入道カジカは深海に住む生物です。深海の水圧下ではごく普通の魚のような姿をしています。しかしこの魚は海面まで釣り上げられると体がぺちゃんこになり、何やら悲しげなプリンのような見た目になります。これは圧力の変化によって起こる現象です。月面に降りた人体も気圧の変化でこのような状態になります。体の形を保ってくれる大気がないためです。地球上の気圧は人体に15トンから20トンの空気の柱が乗っかっているほどの強さを持っています。この重さを私たちが感じないのは、体に全方向から同じ力が加わっているためです。また、体内にも空気が存在しており、その気圧も外の気圧と釣り合っています。しかし、それが月面になると、外の気圧が